アレレレニのアレレラジオ。どうも皆さん、こんにちは。アレレレニです。この番組アレレラジオは、アレレレニの日常であったり配信であったり、まあなんかそんないろんなことを雑多におしゃべりする、そんなラジオ番組となっています。さてね、聞いてほしいことがあるんだよね。まあ嬉しい報告なのかな実はですね、私ね、今年に入って、今年の2月か1月かちょっと忘れちゃったんだけど、新しくお勉強を始めたんだけど、その勉強してる内容っていうのが、デュオリンゴでスペイン語を学ぼうっていう感じの企画を、2月だと思ったんだけどに始めたんだよね。でね、まあ、一応その1ヶ月間は配信画面に載せて勉強するっていう形でやったんだけど、今はね、配信画面にはまあ気が向いた時にたまに載せる感じで、で配信外でずっと続けてました。そしてつい先日、なんとその毎日お勉強記録が200日になりました。うひょひょー最初の頃に比べたら全然わかるようにはなってきたと思う。デュオリンゴはなんかね、4歳から8歳向けくらいの内容をやってくれるらしくて、こうネイティブの子のねだからこれが終わる頃には、私は小学生くらいのスペイン語は喋れるようになるのかもしれない。最近は結構実用的な章に入って、お店でのオーダーの仕方とか、なんかどういう風な言い方をしたらいいかとか、そんなことを学んでる章に、キシエラ・オートラ・ビビエダ・ポルファボールって言えば、I would like another drink please みたいな、なんか他のものを飲みたいんだけど、とか、飲み物を例えばコーヒーを頼んだ時に、私は、砂糖抜きでお願いしたいですみたいな時は、キシエラウンカフェシンアズーカって言えば、I would like a coffee without sugar みたいな感じになるらしいですキシエラっていう単語、最初に言ってるキシエラが I would like の全ての意味を込めてて、なんかスペイン語ってあからさまな主語がわかる時は絶対書かないというだからその動詞の変化で、この主人公は私なのかあなたなのかみたいなのをちょっと理解しなくちゃいけないっていう、なんかで単語も私、あなた、彼、彼女、私たち、あ、彼ら、彼女っていう時に4回変化するので覚えるのがめちゃめちゃ大変っていうのはあるけど、それ考えながらやるのちょっと面白くて好きなんだよね。プエデトラレルメヌーポルファボールといえば、 Can you bring the menu please? メニューくださいね、取っていただけませんか、メニューいただけませんかみたいな感じのショーは今やってて、なんか食べ物とか、なんかメニューってメニューなんだとか思ったりしてます。あ、ちなみになんか一個思ったのがさ、日本ってさ、食パンって食べるじゃん。パン、ブレッド、英語で食、あのパンってブレッドだけど、日本語だとパンっていうのはやっぱスペイン語の影響なのかなとか思ったりなんかその単語1個だけとじゃなくて、その単語のバックグラウンドとか考えたりするのは結構好きだったので楽しくやっています。目指せ1年、そしてもっと、目指せ1年&全部のユニットね、終了を目指してこれからも頑張っていこうかなって思ってます。たまにはラジオで進捗喋っちゃおうかなと思って今回おしゃべりしてみましたまあ、あと100日後、200日超えたからと100日後、300日になった時にまだどんぐらい喋れるようになったか言ってみようかなちなみに挨拶とか自己紹介はちょこっとできるようになりました。あらーって、コモエスタス、メアモ、メザモ、アレレレイニーって言ったら、やあ、じゃあ、Hi, how are you? I'm アレレレイニーみたいなそんな感じになるんですちょっとこっぱずかしいですけど、に発音合ってるかとかちょっと不安だしな
というわけで楽しく最近はスペイン語を勉強してます。ラジオでスペイン語のコーナー作ろうかなと思ったんだけど、なんかどんなコーナーにしたらいいかわかんないからな。ただ毎回勉強してるの録画して、今週のレイニーさんの学びみたいなコーナーにしてもいいのかなどう思いますかよかったらなんか意見とかアイディアあったら教えてね。というわけで今日は何の日のコーナーに行きまーす。アレレレニーのアレレラジオ。このラジオ番組では動画投稿の今日のは何の日をお伝えしてます。今日9月18日はカイワレ大根の日。さて皆さん、いきなりですがクイズです。ババン。カイワレ大根のような新芽を食べる野菜のことをなんと言うでしょう。1ビーンズ、2スプラウト、3ハーブ。ピポ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 。正解はじゃじゃん、スプラウトです。そして第2問、ババーン。カイワレ大根の上手な保存方法は何でしょうか。1根をつけたまま新しい容器に入れて冷蔵庫で保存する。2買ってきたパックのまま冷蔵庫で保存する。3根からカットして常温で保存する。ポッ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 。正解は1番、根をつけたまま新しい容器に入れて冷蔵庫で保存する。カイワレ大根はとっても傷みやすいので冷蔵庫で保存した方がいいんだって。買ってきたパックのままよりも他の容器に入れて根がついたまま保存すると長持ちするそうです。今日この日にカイワレ大根の日を制定したのは、カイワレ大根のようなスプラウトの野菜が普及してほしいと思った、あのカイワレ大根協会みたいなところがねそういったあの日を制定したそうです。ちなみにやっぱ大根っていうだけあって、私的にこれ食べるといつも辛いんですけど、みんなはどんな感想を持ってますか。あとちょっと初めて食べた時、なんか豆苗の方を先に知ってから食べたから、豆苗みたいな感じかなと思って食べたので、え、辛って思いましたでも美味しいよね。ちなみにあの豆苗はエンドウ豆の芽だったかななんかちょっとあれだよね、あの味するよね、エンドウ豆の味するもんね豆苗ね、私がね唯一育てられる野菜としてね、あの家族にバカにされてましたが、私は楽しく2回取って食べてます。でもなんかなんとなくだけど2回目味薄いよねというわけで今日は何の日は、カイワレ大根の日でしたアレレレニのアレレラジオ。というわけで今週のアレラジいかがだったでしょうか。ちょっと9月最初の方ね、あの風邪じゃないんだけど、咳とか全然出ないんだけど、めっちゃ喉痛くて多分ね8月ぐらいからちょっと喋りすぎてて、ちょっと喉が休まってないんだよねたまには配信も何もしないで、ゲームもせずに静かにする日を設けようかなと何日か思った次第です喉もしっかりね、頭もしっかり休めてパワフルにやっていこうと思います今日もねちょっと感知してるわけじゃないんだけど、そろそろラジオ撮りたいなって欲が抑えられなくて撮ってるんで、この後はすごく静かに過ごそうと思ってはいますそれではまた次のアレレラジオでお会いいたしましょう。お疲れに、バイバーイ、またねー。動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレイニーに会いに来てね。またねー。バイバーイ。